寝ぼけてるのにありえないわ。なんで獣の子こんなの誰にも見せられないわ。絶対そんなことしないんだから。変態だからでもバカ最低。まったくあんたが女のところであっちにフラフラこっちにフラフラふんふんポイポイ尻尾振っちゃって犬以外の何者でもないわ。聞いても聞いても返事がないから一体どこ見てぼーっとしてるの。向こうに立ってる胸の大きな女の子のこと見てたんでしょ。一体何なのかしら。この犬は何にその目は不満でもあるの。だからあんたはバカ犬なのに。ご飯何がいいかしら。何じゃないわよ。決まりね。明日の朝ごはんはルギー。本当にあんたは使えないんだから。それとも無地の方がお望みかしら。もう決めちゃったんだもん。決定です。おお、バカ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 。いつもいつも女の子の胸そんなに大きい子も好きなわけ。でも女性の価値というものは胸の大きさでかかることはできない。もっともね。返事ははいイエス。他に答えがない。合成でしょ。おかえりなさい。遅かったのね。何よその死にそうな顔は。いきなり部屋からいなくなったんだもん。びっくりしちゃったじゃない。赤いの黙ってどっかに行っちゃダメなの。私の使いもあんただけなんだから。何かあなたにやれ。